最近ソシャゲのガチャの運が良いです。でも体の調子は悪いです。良いこと悪いこと両方あった1月でした。こんにちは、関西クロスニュースです。今週はご覧の内容でお送りいたします。はじめに、プレスリリース情報です。京阪、安全安心のさらなる向上を目指した施策、サービスを展開。京阪線では新型 ATS が1月9日に全営業線での導入が完了しました。3月には車庫への導入を行い、全線で導入が完了します。新型 ATS では列車の速度を常時確認して、踏切や駅での異常発生に対応ができるようになります。また、京橋駅にホームドアを設置することに伴い、13,000系5次車を6編成導入し2月から6月までの間で5,000系を置き換えます。さらに、現在進めているドアが開いている時に、電車が動かないようにする、転倒防止ブレーキを2021年度中に導入完了予定です。京阪、リラックマと住子暮らしが、夢のコラボレーション欲し。3月6日より、枚方パークでは 3X の、リラックマと住子暮らしが、コラボしたイベントを開催します。それに伴い、2月6日深夜0時からローソンチケットで、コラボぬいぐるみ付き前売り券を限定販売します。価格は通常前売り券は2000円、限定ぬいぐるみ付きは4700円で、子供はそこから700円引きです。JR 西日本、スーパーニンテンドーワールド運行開始。ユニバーサルスタジオジャパンの新エリア開業予定日だった1月27日に合わせて、大阪環状線の323系が、ラッピング列車として運転を開始されました。323系が、フルラッピングされるのは今回が、初めてで、主に JR 夢咲線の、シャトル運用につくようです。なお、新エリア開業は延期中です。正殿、京都精華大学サテライトスペース、出町開設。2月9日から出町柳駅ビル2階に、京都精華大学のサテライトスペースが開設します。11時から、正殿社長と大学学長が出席する開設披露式を行い、その後23日までの14日間は、卒展や修了展出品者を対象にした大学展が行われます。南海トレインルームジオラマ展示&デイユースプラン提供開始。難波にあるフレイザーレジデンス南海大阪の客室トレインルームプロデュースバイ南海に新たに平岡達也氏が制作したジオラマが展示されます。それに合わせて宿泊プランに加え、5名まで利用可能な一室2万5000円のデイユースプランが新たに利用可能になります。続いて、お得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは、JR 西日本の新幹線金特1、2、3です。この切符は、3月28日までの、金土日、祝日と2月22日に、利用できる山陽新幹線の、片道自由席切符です。一部設定がない区間もありますが、例えば新大阪から隣の、新神戸は1000円、2つ隣の西明石は1500円、3つ隣の姫路は2000円と、隣り合わせの短距離利用がとてもお得に、利用することができます。
お得地帯は新神戸だと520円、西明石だと1200円、姫路だと1280円です。購入はネット予約の E5 予約または駅の緑の券売機で、緑の窓口では購入できませんので、ご注意ください。最後に、Nゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのは、マイクロエースから2月1日頃発売の 223K レータス2500番台 HE411 編成4両セットです。この商品の元になっている HE411 編成は1994年に先頭車だけの102号車2両で新造されました。その後1999年に紀州路快速が運転されることになり、6両編成からサハ223の7オモライ3両編成に組み替え、さらに9年後に4両編成統一に伴いモハ223の2510が新造され組み込まれた姿が現在の形となっています。今回商品化されたのは2015年以前の転落防止ホロ取り付け前、体質改善前の姿となっています。価格は税込み 19,690 円で、 HE431 編成と同時発売です。今週もご視聴ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。以上、関西クロスニュースでした。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマはスマートウォッチです。スマートウォッチって使っていますか？私は先日初めてスマートウォッチを購入しました。これまたレビュー動画が上がっていない商品にしたので人柱になってみようかと思って購入したのですが、そもそもスマートウォッチ自体が体に合いませんでした。装着しているとなんかピリピリと電気流されている気がするんですよね。心拍測定や血圧測定で使っているんでしょうか。微弱電流を定期的に感じるので、装着し続けると気分が悪くなってしまいます。今週は半壊の駅について単発動画を出したので、スマートウォッチレビュー動画についてはまた時間を見つけて作成したいと思います。商品としては悪くないと思うので、何をレビューするのか期待していてください。